カラーボールを使った2種類のランプシェードです。お花紙でカラーボールをたくさん作っておきます。LED ライトとライトがすっぽり入る容器を用意してください。容器は透明でも不透明でも、四角くても丸くても構いません。後から抜き取るので、デコボコしたものは使えません。台紙にくっつかないようにクリアファイルを置きます。次に容器にくっつかないように容器をラップで包みます。ここにたっぷり糊をつけたカラーボールを貼り付けていきます。カラーボールが手にくっつくときは、おしぼりなどを用意しておくといいでしょう。最後に外れそうなところはないか見て、たっぷりと水のりをつけておきます。もう一つ半紙を使ったやり方です。容器を半紙で包みます。その上からでんぷんのりを水で溶いたものを塗っていきます。たっぷりと塗ってください。これにカラーボールをくっつけていきます。この方が早く作業ができます。しっかりと押さえましょう。風通しの良いところに置いて完全に乾燥させてください。乾いたら、まずラップの方ですね。中の容器を取り出します。ラップを取ると内側から見てもこんな風にカラーボールがきれいに見えます。ライトを入れるとクリアな感じのランプシェードができます。半紙の方はうつ伏せにして少し押し出すようにして容器を取り出してください。はみ出た半紙はハサミで切り取りましょう。こちらは中のライトが直接見えず、柔らかい感じの光が漏れるランプシェードになります。